生です。今日はじゃん、新型ロータスエレトレの紹介です。エレトレには2つのパワートレインが用意されていて、603馬力の S、905馬力の R があります。これはね、S になります。 BEV の車なのでエンジンルームにはね、何もないんですけれども、 S のスペックを紹介します。最大トルクが710ニュートンで、最高速度が 258km です。0-100が 4.5 秒で、航続距離はなんと 600km です。この特別なバッジは1948年のロータスが誕生した年を表しています。エレトレはロータス誕生から75周年に社運をかけて発売した車で、ロータスは2028年には完全 EV 化になると宣言しています。ボディサイズは全幅 2231m、 全長 5103m、 全高 1636m です。価格は2332万円からです。フロントはこのエキゾチックな巨大なグリルが特徴的です。前から入った空気がここから抜け、空気を通過させます。さらにモーターやバッテリーを冷却するときはここが開きます。電気自動車はダクトがないイメージがありませんか？電気自動車なのにロータスさんはしっかりダクトが用意されていて、空気抵抗もねちゃんと考えられたデザインになっています。さすがね、走り特化のねメーカーさんだなと思います。サイドは低いフロントから前輪へ盛り上がり、リアドアで跳ね上げることで運転席を沈み込ませる、ロータス30を継承してホルバリー氏がデザインをしました。ホイールは22インチで、20インチから23インチまで選ぶことができます。これは10スポークホイールで、カーボンのホイールも選べます。ブレーキキャリパーは6ピストンで、こちらはブラックです。その他にレッドやグリーンを選ぶことができます。またさらにオプションでカーボンブレーキも選ぶことができます。前からの空気はタイヤを通ってホイールアーチの後ろに抜けていきます。キーはね、こんな感じのカードでかっこいいです。で、ドアハンドルは格納式で、キーをタッチしてドアを開けます。リアピラーにも空気を通す穴があります。リアスポイラーは中央部分をなくすことで軽量化を図り、安全センサーを中央部分に設置しています。このスポイラーは選択したドライビングモードで3つの角度に展開され、高速道路では自動で開きます。これが開くなんて想像できましたか？もうね、すごい感動しました。マジかっこいい。で、この部分はカーボンになっていて、オプションでね、下の方もカーボンにすることができます。こちらにも分厚い通気口があり、なんとタイヤがしっかり見えます。ドライバーに空気を感じさせない、走りにねとことんこだわったデザイン、もうとんでもなくないですか？早くね、運転したいなって思います。させてくれ。内装は手に触れる全ての質感がとても良く、もうスイッチ一つに至るまでもうとても丁寧に作られていて、まさにゴージャスです。天井もね、全部アルカンターラで、もう乗っててね、こちら貴族の気分でございます。もうね、やばい。シートはウール梱包生地で、革より 50% 軽量です。シートは6種類のカラーから選ぶことができます。シートの生地がふわふわで、座り心地もね、めちゃめちゃいいです。で、調整幅はこんなにあります。おー、すごい。今まで乗ったどの車よりも高くなります。これ背が小さい人でもめちゃめちゃ運転しやすいですね。すげえ。背が小さい人から大きい人まで、もう誰でも乗れると思います。うわ、いいね。これめちゃめちゃいい。ここにね、足カバーがあるのもとてもいいです。やばー、ラグジュアリー。ここに住みます。ハンドルはコンパクトで、ボタン式ではない操作性のあるスイッチで、瞬時にアダプティブクルーズコントロールが使えます。これはね、ぜひ乗って試してみたいです。パドルシフトで
5種類のドライブモードに切り替えることができます。 R はサーキットモードも合わせた6種類です。メーターはスリムに縮小されていて情報量が制限されています。でも速度はねしっかり見ることができるので、まあ、十分かなと思います。あとはヘッドアップディスプレイが前にあるのでナビなどの情報はこっちが教えてくれるんじゃないかなと思います。 1.5 インチのタッチパネルで車のさまざまな情報を見ることができます。複雑な操作はなくとても扱いやすいです。エアコン操作は画面上でやることになるので少し大変だなと思います。温度はすぐに変更できます。下がると青に、上げると赤にライトが教えてくれます。この車は電話がかかってきた時や残りのねバッテリー状況などをライトで教えてくれます。助手席のパネルは音楽や目的地を教えてくれます。実用的な収納スペースも豊富でドアパネルには1リットルのペットボトルが入るそうです。オーディオは KEF のハイエンドオーディオでむき出しのスピーカーもめちゃめちゃ美しいですよね。携帯電話のワイヤレス充電やサイズ違いのカップホルダー、ボタンを押すと戻るのもすごくいいです。特大のコンソール収納にタイプ C や 12V の電源コードもあります。後席はかなり広いです。シートが独立した2シートも選ぶことができます。これはね3人乗りです。天井、前の空間、足回りも広々しています。モニターでシートの調整とエアコンの調整ができます。おお。快適です。カップホルダーは2個です。エレクトリックハイパー SUV なのでトランクルームはもちろん前にもあります。そんなに大きくはないですね。何が入ってる？充電器かな。これは充電器が入っています。リアトラックは688リットル入ります。シートを倒すと1532リットル入ります。エアサスで車高が変えられて荷物の積み下ろしがとてもしやすいです。今日はロータスのエレクトリックハイパー SUV のエレトレを紹介しました。どうだったでしょうか。いやめちゃめちゃかっこよくなかったですか。もうね、自分の家に充電ポートがあったら間違いなく購入してたんじゃないかなと思う一台です。いやもうめっちゃかっこいい。なんか電気自動車でこういう感じのやつあんまりなかったから本当にね、私はねもう超お気に入りになった一台です。ではね、皆さんもぜひ購入検討されてみてはいかがでしょうか。バイバイ。